やめろってルビー。あー気持ちいいねヒーロー。あたし水浴び大好き。これってレディーのたしなみよね。あれ痛みなしだったっけ。まあいっか。はあ。でも確かにここんとこ砂漠の旅が続いてたからな。ってルーシア何やってんの。あルーシアあんたなんで服脱いでんのよ。え？私も汗を流そうと思って。あのねヒーロー見ちゃダメよ。食べたらダメだ、だけど何をそんなに騒いでいるの。ルーシアそんな近づいたらヒーロー見ちゃダメってのに。一体どうしたの。あらヒーローそれ何。もうダメだ。ヒーロー、デイン！ヒーローのバカ！あのね、ルーシア。いい？女の子は男の子の目の前でパパが服を脱いだりしちゃダメなのよ。それはこの世界の風習なの。風習ってもうそんなようなもんよ。とにかくお願いだからヒーローの前で裸になったりしないでよね。いいわね。わかりました。男の人の前で服を脱いではいけないのね。それがこの世界で必要ならそうしましょう。もうなんだかなこの子ったら。ヒーロー気がついた。大丈夫ヒーロー。天国から地獄だったけど生きてるよ。アンデスって。なんでもないって。さあ行きましょうヒーロー。え？私は一刻も早くアルテナに会わなければならないのだから。へえ、こんなに綺麗なところなのに。もうちょっと休んでいこうよ。綺麗？そう、美しい世界、これがルナなのね。でもこのままではこの世界も私の世界も恐ろしい危機に陥るでしょう。だから私は。ルーシアがアルテナ様に会えば全ては解決するんだろう。ええ、アルテナに会うことさえできれば私の使命は終わります。そうすればこの世界も平和になるんじゃないのかい。ええ、それはアルテナがなすべきことだけれど、きっと。そうか、早く会いたいな。愛と美の女神アルテナに。ヒーローはアルテナ様の大ファンだもんね。もうライバルばっかしで困っちゃうわ。そんなんじゃないってルビー。でも遥か昔に死の世界だったこのルナを人の住める世界へと変え、何回も転生を繰り返しながら人々を導いていた女神様だぜ。しかも人々の歌や踊りが大好きな優しい方だったんだ。素敵じゃないか。そうね。でも私だって歌や踊りが大好きで優しいわよ。まあそうだな。うん、なんで口ごもんのよ。別に。不思議だわ。何が不思議なんだいルシア。伝説の女神ヒーローやルビーの言うアルテナはいつも伝説の中の存在。アルテナは確かに存在するというのに、この世界の人々は伝説の中でしかアルテナを語らない。ルナの人間がアルテナを知らないというの？信じていないと。そんなことないよ。僕は今までも女神アルテナの存在を信じてきたし、
絶対に会えると思っていたさ。それにさっきから考えていたのだけれど、ヒーローの言うアルテナと私の知っているアルテナはまるで別人のよう。別人？ねえねえ、ルーシアの知ってるアルテナ様ってどんな人なの？そうね、ヒーローはアルテナを優しい女神だと言うけれど。そうよ、アルテナ様は優しくて歌や踊りなんかが大好きで、いっつも明るい女神様なんだから。でも私の知るアルテナは違う。違うって何がだい？ただ霊言な力を持ち、この世界を見守る統治者、それが私の知る女神アルテナ。なぜならアルテナこそはこの世界で、つまりアルテナとはそういう人間を超えた存在であるはずなのに。それじゃあ本当に正反対なのね。ヒーローの話してくれる女神アルテナは歌が大好きで踊りが大好きで、いつも笑顔を見せてる明るい女神様だもんね、ヒーロー。うん、アルテナ様は愛と美と慈愛の女神様だからね。それが本当なら不思議だわ。歌や踊りなんて何の力も持たないのに、なぜアルテナはそんなものに惹かれていたのかしら。それは違うよ、ルーシア。歌や踊りが何の力も持たないなんてことはないさ、ルーシア。そうかしら。そうさ、ルーシア。こう見えてもヒーローは笛の名人なんだからね。いや、それほどでもないけどね。笛？でもそれはただの人間の娯楽だわ。そんなものアルテナの使命にとってはむしろ。ねえヒーロー。どうしたルビー？うん、ちょっとやっぱりヒーロー、なんか空気の匂いがおかしいよ。そういえばまさか。やばい、急がなきゃヒーロー。どうしたの？砂嵐が来そうなんだ、早く逃げなきゃ。ヒーロー、あれ、あれ！まずい、竜巻まで。